はい、皆さんこんにちは、ノアです。今回なんですが、バトスタのね、今シーズンもいよいよ最終局面というところでですね、自分が今シーズン使っていた一軍デッキの方を使っていきたいと思います。さあ、デッキの方が、まずはヒーローアバター人造人間エリートで、今段のねシーズンを飾りに飾りまくったこちら、スーパーサイジン3悟空です。からのさらにですよ、ここね熱いよね。悟空がもう最強にして大人気っていう、さすがドラゴンボールゲーム。はい、悟空ごときてゼノでバーダック、転身のチャンスときて大ゼノですいう感じのデッキで行ってみたいと思います。やっぱね、このスーパーサイジン3悟空あまりにも強すぎる強すぎた。で、一応これ、まあ、スキャン順ベジットが先でも、まあ、大丈夫なんですけど、まあ、一応こうしておきますか。ベジータ王の後にしておきますか。はい、これでね、もうパワーを2000にした後にベジットブルーでさらにねパワーを抑えるという組み合わせになっているんですが、これによって、まあ、パパバリンみたいなことがねできちゃうという。でさらに技封じもね、あのおまけで3人かけるという感じで、あのかなりえぐいデッキになってます。でアプリは3ラウンドで。さあ今ねちょっと時間なくてアプリ厳選ができないんですが、まあ、今シーズン終わったらあの3ラウンド復活のね厳選に入りたいと思いますので、結局ランキング戦が終わってもね、なんかまだまだちょっと休めない感じはあるんですが、はい、厳選早く終わるといいんですけど。で、一応僕今回はやっぱりここがメインになってます。はい、もうね1ラウンド目から戦闘力めちゃめちゃ出るんで、まあ、スーパーサイジン3悟空まで必殺技が打てるんですが、まあ、相手にも3悟空がいると、ちょっとね腎臓のグラスバレットまでしかね打てなくなるんですけど、それはそれで別に腎臓でも火力出せるから、まあこのデッキは本当に火力がめちゃくちゃすごい。で耐久面においては、まあ水悟空の戦闘力半減、これも結構刺さるんですけど、まあ、パパバリンみたいな、まあ、パパブルーなんて呼ぼうかな、これこの組み合わせなんて呼ぼうかな、ちょこの動画で命名したいんだけど、ね冷酷無比なサイヤ人の方でしょう、冷酷無比な天心ベジット、ちょっとダメだ、ちょっと誰か考えてください。これこのコンボの組み合わせ、パパバリンみたいな語呂の良さがねちょっと欲しいね。パパブルー、パパブルーまあ相手のデッキちょっと怖いですね。てか多分ニキルみたいな感じだと思うんですけど、総国ベジータはぶっちゃけなんとかなるんで。で、あ、そうだ、このデッキもう一つね、ポイントが高いところがあるんですけど、これまあ自分チームアタッカーの中に今総国ベジータいないじゃないですか。なんだけど、この状態でアタッカーを5人以上出すと相手の腎臓でパワー吸ってもらえるんで、ベジータ大勢のがパワーマイナスになって、このベジットブルーのアビリティがオートで発動するようになるんですよ。でエリートタイプってこのデッキパワーゲーいないじゃん。ヒーローは上がるけどエリートはパワー上がらないっていうので、そこでねベジータ王がパワーマイナスのままあり続けるんですよ。そうなるとベジットブルーが自動的に発動するようになるので、これが最強のコンボになってます。さあここはもう攻めますか。2万1000出るんで攻めます。まあ、2万1000もいらないね。1球あればいいでしょう。エナ6個溜まればいいから。さあ相手の動きは、おお、でかい腎臓出ている、きたー。これねもう総国ベジータはもうほぼ必殺技打てなくなって死んでるんですよ今。であとはまあレジェンド悟空だけ怖いんで、そこをこれでね次のラウンド止めます。さらに大成功、でかい。さあこれもちょっとね見飽きてきた感はあるんですけどまあ未だにやっぱかっこいいなとは思う。今シーズンはだいぶ見たね、これ。この音がねいいんだよね、このスーパーサイジンの。この音が最高。ギュイン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 。さあブロックバースト、いやここはいらないんじゃないって思うんですけれども、いらないかな。いらないね。まあ、技は止まるし、
トキちゃん別に食らっても大丈夫だし、まあ、このアバター、ベジータ、悟空が技封じなんで、まあ大丈夫ですね。はいはい、いいですね。まあ、これをね、逆手に取るっていうね、まあやっぱ人造が相手来た時はこのデッキめちゃめちゃいいね。逆に人造じゃなかったら、あの違うデッキを使った方がいいです。っていう感じの、はい、デッキなんですけど、やっぱ転身のチャンスがね強すぎるね。これでガードが減った状態に対してこれはいやられました。まあ今ね3悟空止まったんですけど、これがブロックバースなかったらガードが相手減った状態に対して4倍を食らって、さらにその後ガード無効になるから、その悟空3でまあうまいこと火力が出せるんですよね。まあでもこれはこれでブロックバースもなくなったから、もうあんまり防御に関しては怖くないね。まあ極限が次あるんでそれで動き止まっちゃうんですけど大丈夫。このデッキは3ラウンドキルだから、まあ別に2が動けなくても大丈夫です。これでお別れよ。スパーン、ザッシュ、これよこれこれ、はい強い、この火力よ、素晴らしい火力だったね今の。おーっと、それはパーフェクトじゃない。さあどこからどう見てもパーフェクトにしか見えないが、これもでかいですね。超優先撃、さあスーパーサイジン同士で、まあ、ここはパワー吸われてるんでそうでもないですね。さあキースオドロック来ました。やっぱ今の環境はキースオドロックがかなり強いので1枚あるとね相当違いますよね。さあここはそうだな、誰を止めようかなっていうところではあるんですが、時間がなくなるぞ。まあ極限悟空かな。まあこれは無理かと思いきや入った。おっとでかい、これでかすぎる。次のラウンドの敵アビリティ、じゃあもういけると思うんで次のラウンドでじゃあ強襲かけます。でベジータ王はきっちり下げてブロックバーストもあるんでそこで防ぐ。さあこれがね地味に食らうんですよ、ほら結構食らうんですよね。わーんとー、あぶねー、あーでかい、そうガード無効だからさ、まあそこそこ食らっちゃうんですけど、いやーそれはきついわ、そりゃきついわ。要所ミラクルはマジできつすぎ。うわー2021惜しいだろう。うわやられるわそれ。結局ここなんだよね結局ね。いやーきつい。いや先行取れるんじゃないこれ。あれ待って、あーでかい、先行取れ、これそうじゃない、え与えるダメージダウンだってことは戦闘力面においてはベジータの記録がなくなって、あーでも分かんないか、フリーザがいるのか。でもうわそれのタイミングもマジでチート並みに強いんだけど、いやいけない数値じゃないな、いけない数値じゃない。でパワーガードマイナス5000があるからダメージはそこそこ通ると思う。てか極炎悟空がいないからまあダメージ全員は下がってないんだよね。でガード2倍もないでしょ、ガード2倍なかったらだって転身のビジットだけでさ余裕でガード減るマイナスになるよね相手。いや5万6000は絶対出ないと思うんだけど、うん無理もあるまい。これさこのスタンプバグってるよね、無理もあるまい。
いやー、ただ極煙がかかっているのは3人、極煙貫通系は、まあ、2つあるんだよね。ダブルアタックとぶっ飛びスイング、はぁ、あ、はぁはぁ、あ、いや、ワンチャンあるな、ワンチャンある。あの腎臓が止まらなかったのがでかい。でダブルアタック3悟空と組むから、いや悟空吾だね、融合と組んだ方が強い。うわ、こう考えるとやっぱ融合バーダックほんと最強だなよっぽどよっぽどのことがない限り先行は取られないっていう。はい、でかいっすね、やっぱ天心強いね、ほんと強いこいつ。マジで好きなんだけど天心のジャンプ好きすぎるんだが、うん、なるほどね、最速だったか、迂闊だったなそれ。あ、てかバーダックで亀裂狙えるから後攻回してもワンチャンあるんだな。そうかそうか、それ考えたらダブルでの亀裂は狙えないけど、ぶっ飛びで狙えるの。あー、なんか知んないけどめっちゃミラクル出る。さあここはでかいですよ。極煙かかってないキャラが2人入ってるんで、まあそこそこかな。でバーダックでパワーが上がっているが思いのほか入らない。いや思いのほかだねこれは。さあ頼む、おらおら、スラム系どうか。まあここは9割ダウンでも、うん、強いな9割ダウンにしては強い。さあ2度目の報復、おー強いからの係数が高いでおなじみのバーダック、これはワンチャン係数10あってもおかしくない破壊力。さあどうか、バーダックいけ、ほら強いんだなこれが。見た今の減り方、いやこれバーダックってなんかね、そんなにパワー上がってるわけじゃないのにダメージめっちゃ出るから、ファイナルスピリッツキャノン係数絶対10あるんだよねっていう破壊力してる。それか9、まあこれも極煙はかかっているものの、いいダメージ、いいダメージだね。さあもう全部やっちゃいましょうか。いやバーダックマジで最高、強すぎるこいつは。これしかも極煙悟空に入るっていうね。さあ息子よぶっ飛べ、うらー強え強え、極煙無関係じゃあラストはこの2人に締めてもらいましょう。さあ勝ちました。バーダックが強かったバーダックがひたすらに強かったです。さあそして最後に4573で KO と、まあ融合にしては出なかった方ですね、ダブルアタックは。まあ、パワーやっぱり結構吸われてたっていう、のがあったのと、あとベジータオズのね、これが2ラウンド目で止められ、あ、1ラウンド目でね、キーソードで止められてたので、ちょっと2ラウンド目でワンチャンこれ落とされるんじゃないかなっていう状況だったんですが、まあ7000制限じゃなかったから、突っ込みました。で7000だったら、一応技封じあるので、まあ、技封じかかんないキャラにブロックバーストするとかでそこそこはまあ耐えられるから、まあ、ベジータ王が止まったらそんな感じでちょっとさばきしたりとか、あとあれだ、キーソード悟空がいるからこいつのおかげでそのレジェンドワンキルっていうの、まあ、相手今ワンキルじゃなかったけどレジェンド使ったワンキルだった場合、レジェンド悟空ってその、作戦決定じゃなくて戦闘力バトルの時にエナジーが増えるから、それの前にエナジーが低い段階でこれのね冷静な見極めで技封じかけといて、でそうすると相手エナジー1ラウンド目でさ、あの7個になろうが10個になろうが技封じはかかったままだから、それでワンキルも止められるっていう感じでね、ロックオンワンキルにもレジェンドワンキルにも刺さるこちらの悟空ゼノもマジで強いなというふうに思いました。ということで、ね、今回はですね今シーズンの最強一軍デッキ使ってバトスターやってみました。まあ、残りねまだバトスターねあるんで、この期間はね楽しみながら順位をね極力キープできるように頑張りたいなというふうに思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の対戦結果の発表です。今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。